8月10日、朝の御言葉。私たちの命であるキリスト。殺さえ人への手紙、3章4節パウロのこの驚くほど豊かな言葉は、キリストが私たちの命の源であられることを示す。自分の在家と罪との中に死んでいたあなた方を、神は生かされた。ラザロー、 墓の中から蘇らせたと同じ声が、私たちを新しい命に生まれ変わらせた。今や、キリストが私たちの霊的命の内容であられる。キリストの命によって私たちは生かされ、キリストは私たちの内におられ、私たちの栄光の望み、行動の源泉、また全ての思いを動かす中心であられる。キリストは、 私たちの命の糧であられる。クリスチャンの食べ物がイエスの肉と血を除いて他にあろうか。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。ああ、この罪の荒野に疲れた旅人よ。魂の上を満たす食べ物をキリストの他に見出すことは決してないだろう。キリストは 私たちの命の慰めである。誠の喜びはすべてキリストから来る。そして苦難の時、主がおられることは私たちの慰めである。主のために生きる以外、人生に価値はない。そして、主の慈しみは命にも勝る。キリストは私たちの命の目的であられる。船が港を指して急ぐように、信者は 救い主の胸という安息所へ急ぐ。矢が的に向かって飛ぶように、クリスチャンは、キリストとの交わりの完成に向かって躍進する。兵士が指揮官のために戦い、指揮官の勝利をもって自分の光栄とするように、信者はキリストのために戦い、主の勝利をもって自分の勝利とする。彼にとっては、 生きることはキリストなのである。ピリピ人トへの手紙一章二十一節。キリストは私たちの命の模範であられる。うちに同じ命があるなら、外への成長も同じであるし、またそうでなければならない。もし私たちが主イエスに近く生活しているとすれば、主のように成長するであろう。私たちは 主を神聖な模範として自分の前に置き、主が私たちの栄光の命の冠となられるまで、宮足の後に従って歩むように努めるであろう。ああ、キリストは私たちの命。それゆえ、キリストにあるものは、いかに安全であり、幸福であることか。